バックスピンっていう技があるんですけど、全然私これ下手くそなんですけど、こういう背中で回る技がありまして、こんにちは、前活の進行です、お盆前以来2週間ぶりの撮影ですね。どんなことをお話ししようかなというふうに考えていたんですけど、ちょうどこの季節になると私一つ思い出があって、今日はそのことをお話ししようかなというふうに思います。その思い出というのはですね、私と面識があったり、あるいは動画をご覧になっている皆様は気づいていらっしゃるかと思うんですけども、私のここに側頭部に大きな傷があるんですよね。まあ結構気になる大きさの傷だと思うんですけど、よく反り込み入れてるのとかって聞かれることもあるんですけど、まあこれは完全に傷跡で、というのはですね、私も昔は悪かったもので、あれはなかなか壮絶な戦いだったんですけれども、まあ、というわけではなくてですね、完全なこれは、自爆というかですね、ダンスをやっててできた傷なんですよね。ダンスをやっててというよりは、調子に乗ってしまったがゆえにできた傷と言った方がいいかもしれないです。まあ、今日はこの傷ができた時のお話と、そしてこの傷から学んだことをお話ししたいと思います。以前から申し上げている通り、私は大学生の時にブレイクダンスをやっていました。そしてこれは19歳、大学2年生のお盆のお話なんですけれども、一応大学生の頃にも私は実家に帰ってきてお盆の手伝いはしていて、棚行なんかもやっていたんですね。ただ当時はまあ、お盆の正式なちゃんとした意味も分かっていなかったり、あとは自分が僧侶であるという自覚がそこまでまだ強くなかったので、言ってしまえば、頭代を、まあ、している、させられているぐらいの感覚がある年頃だったわけです。で、しかも、私の師匠、父親という人はですね、ダンスをやることに非常に反対をしていて、服装からなんか音楽から何まで嫌いみたいな感じで、私がダンスをやっているところをちょっと出すだけでもすごい嫌そうな顔をするわけです。となると、実家にいる期間は全くダンスの練習もできなくて、慣れない補強を上げたりとかっていうことかなりこう、なんていうんですかね、フラストレーションというか、溜まってくるわけですね。ところが、その当時というのは、私の師匠は、大本山永平寺の方で、修行僧の方々の指導をする役として、いわゆる単身赴任をしている状況だったんですね。なので、お盆の直前に帰ってきて、お盆が終わると同時に、すぐに永平寺の方にまた戻っていったんです。お盆の送りの日、8月16日ですね、一通りのお勤めが終わって、これでお盆が終わりだとなった時に、まあ、師匠は永平寺の方に戻っていって、私も手伝いが終わって、監視の目もなくなって、よし、これでダンスの練習ができるぞということで、地元のダンス仲間に連絡をしたら、ちょうどその日は練習場所に集まるということだったので、ああ、じゃあ僕も行きますということで、ウキウキで練習場所に向かおうとすると、母が大丈夫とか心配するわけですよ。そんなの全くやっぱり聞かなくて、大丈夫大丈夫、行ってきますって母の車を借りて練習場所に向かったわけですね。まあ練習場所というのが、ショッピングモールまで行かないんですけど、ちょっとした商業施設の、外のロビーみたいな感じで、屋根はついてるんですけど屋内ではないっていうような状況で、床があのデパートみたいなツルツルの床なんですね。なのでブレイクダンスって回ったりするのにその環境ってすごく良くて、いろんな人が集まる練習場所だったんですけど、でそこで私がやったのがですね、バックスピンっていう技があるんですけど、全然私これ下手くそなんですけど、こういう背中で回る技がありまして、これを夏の暑い時期に汗びっしょりかいた状態で上を脱いで上半身裸でやるとすっごい回るんですよ。ギュル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 って回る。それがちょっと面白くて、その練習場所でやったんですね。なんかちょっとみんな先輩とか笑わそうと。で、そしたら、私、謙遜でも何でもなく、この技、上手くはなくて、ちゃんと軸が取れていないんです。なので、そのまま回りながら、ちょっとずつ壁の方に移動してしまって、そこのテナントで入っている美容室のコンクリートの柱に、頭をガッぶつけた瞬間で、意識を失ってしまったようですね。パッと気づいた時には、仲間とか先輩とかが、いろいろ自分のタオルとか、トイレットペーパーとかで止血をしてくれている状態で、私ズボンがもう真っ赤に染まってました。で、救急車をもうすでに呼んでくれている状態だったんですね。わ、とんでもないことしてしまったぞと、徐々にその状況の深刻さに気づき始めるわけです。そして救急隊員の人が来て、会話はその時はもう普通にできるようになっていたので、いろいろと聞かれていく中で、
実家の電話番号を聞かれたんです。そうすると要は母に連絡が行くわけですよね。母に連絡が行ったらなんて言われるだろうと。しかも夜中の1時頃なんです。もうその怒られるかもしれないっていうことに対してもうマジかと思いながら運ばれて、で病院に着いたらお医者さんが医療用のホチキスがあるからそれで止めるよ、で麻酔しないからね、ちょっと痛いけど我慢してねって言われて、パチッパチッパチッと医療用のホチキスで頭を縫いました。いやそれで、まあ一応そのいろいろ取ったら特に異常はないんですけれど、万が一何かあったらいけないからということで、その日は一晩入院することになったんですね。で一通り落ち着いて病室のベッドで、いやこれはやってしまったなぁと落ち込んでいると、病室の入り口が開いて母が来るわけですね。ああ怒られると思っていたら母は入ってくるのに、いやよかったよ、お盆の終わりだから連れてかれちゃうと思ったよっていうふうに言うんです。母は離島の育ちなので、まあ一般的にもよくお盆の時には水際に近づかないとかっていうふうに言うんですけど、やっぱり島の人だったので特にその思いって多分強かったようなんですね。ちっちゃい頃から強く言われてきたようで、なのでお盆の送りの日に明らかに浮ついた状態で家を出ていく私のことを本当に心配していたみたいで、私はそれに気づかずに家を出ていて怪我をしていたわけなんですね。よくよく聞いたら私が母の車を乗ってきてしまった、母はタクシーで、しかも寝ていたところに電話がかかってきて慌てて病院に来てくれてたんです。そこでその母の怒るのではなくて心配をしてくれているっていう状況だったりとか、タクシーで来てくれたっていうことを考えた時に、急に母の心配を全く気にせずに家を出てしまった自分の軽率さとか、練習場所でそういうちょっとふざけたことをして怪我をした、でもしかするとその練習場所自体が使えなくなってしまうかもしれないというような、自分がかけた迷惑のことだったりっていうようやく気づき始めたんですね。そこで私はそれまで自分が怒られるかもしれないとか、自分の怪我が、まあ、このすぐ近くに大会があったのでその大会にどう響くかとか、自分のことばっかり考えていて周りのことに全然気を配れていなかったっていうことにすごくびっくりしてるというか、自分を見損なった気分になりました。そこで本当に深く反省することができたんですね。まあ、当時はそんなに仏教を勉強していたわけではないんですが、今思うとですね、曹洞宗では愛護という教えが説かれます。その愛護というのは、相手を本当に思う慈悲の心が込められた言葉には、もう時の皇帝すら変えてしまう、世界を変えてしまうくらいの力があるっていうことをよく学びなさいっていう教えがあるんですね。まさにその通りで、母が来てその場で厳しく叱られるだけだったら、私はもしかしたら自分のことを深く顧みるというよりは、いやー参ったなぐらいにしか思ってなかったかもしれないです。ところがその時母が私のことを本当に心配している、ああよかったよ連れて行かれちゃうかと思ったよっていうその言葉を聞いた時に、私は自分というものを深く顧みて本当に深く反省することができたんです。当然人を変える言葉というのはただ優しいだけというわけではなくて、相手を本当に思った時に出てくる、時には厳しく時には優しい言葉っていうもの、これが愛語ということなんですけれども、この愛語というのは本当に人を根底から変えるくらいの力があるよっていうのを身に染みて分かった出来事でしたね。ということで私はこの傷ができてよかったと当然思ってないんですけれども、この傷によって本当に大切なことに気づけたんじゃないかなというふうに今では思ってますね。余談なんですけれど、父は単身赴任をしていてこのことを知らなかったんで隠し通せるかと思ったら、その後保険の年末に来るハガキで一晩入院したっていうのが書いてあって、それでバレるっていう結末を迎えました。まあ時間が経ってたのでそんな怒られはしなかった。そしてその1週間後ですかね、私は代々木公園で行われる B-Boy Park っていう10代まで出られるダンスの大会があるんですけど、まあ最後のチャンスだしということで頭にこういうバンダラみたいなやつを巻いて出場しました。それがですね、この頭の傷と夏の終わりの思い出です。まあ、せっかくなので最後はですね、その頭にホチキスがついたままですね、踊っている私のそのダンスの大会の映像があるので、そちらをご覧いただいて、お別れしたいと思います。この動画が面白かった、参考になった、参考になるかな?この動画が面白かったという方は高評価ボタン、それからチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。